新アッシリアの有力いての図像。右手をファラバハルの図像と同じように伸ばし、左手に輪の代わりに弓を持っている。アッシュルを象徴するとみなす学者もいる。前9世紀、または前8世紀、アッシュルは古代メソポタミアのアッシリアで崇拝された神。アッシリアのパンテオンにおいて最上位を占め、アッシリア王に王権を付与する神として位置、続けられていた。 アッシュリアがバビロニアを征服した後には、政策的にバビロニアの上位の神々という語を同一視された。アッシュルは古くからアッシュリアにおける最高神であった。アッシュル神がアッシュリアの首都である古代都市、アッシュルと同盟であることは謎であったが、現在では神としてのアッシュルは都市アッシュル、あるいはそれが存在した土地自体が鬼人化。 神格化されたことで誕生した神であるとする見解が主流である。設計文字文書では綴りが同じとなるため、神アッシュルを指す場合には、神を意味する限定ディンギルを付し、都市アッシュルを指す場合には、地名を表す限定府敬愛を付した。また、初期の文書においては、両方の限定府がある例もある。 ウルダイ三王朝時代のアッシュル氏の支配者ザリクムの奉納版の名文には、アッシュル神の総督ギル、ニータ・ダサーキというタイトルが使用されており、アッシュルの名には、ディートキの両方が付され、地名であると同時に神であることが示されている。このような出自ゆえに、アッシュルは古代メソポタミアの他の神々と異なる特徴を備えている。通例、メソポタミアの神々は、 人間のように配偶者を持ち、子供も持っていたが、初期の段階において、アッシュル神は家族を持っていなかった。しかし、アッシュリアがバビロニアを征服し、バビロニア、神学の影響を受けると、アッシュルは、アッシュリアのエンリル神であるとみなされるようになった。エンリルは、ニップル氏の都市神であり、全3000年期からハンムラビーが、全18世紀半ばに、バビロンに帝国を打ち立てるまで、 バビロニアのパンテオンにおいて最も重要な神であった。ハンムラビの時代の後、バビロニアにおける主神の地位はエンリルからマルドゥクに置き換わった。アッシリアにおいては、エンリル神の妻ニンリルと、エンリル神の息子ニヌルタおよびザババがアッシュル神のものとされ吸収された。この吸収過程は、全14世紀頃に始まり、全7世紀まで続いた。また、アッシリアの初期たちは、 アッシュルの名前をアン・サーニという設計文字の符号と共に書くようになった。これは、シュメール語で天空を意味し、バビロニア神話におけるアヌ人の息子アンシャルを示すもので、この神をアッシュルと同一視することになった。この童貞それ自体は単に名称の類似によったものと見られ、その意図はアッシュルをバビロニアのパンテオンの頂点に押し上げることであったと思われる。 アンシャル神とその体になるキシャル神は、エンリル神やニンリル神より、上位の神であった。シン・アッシュリア時代のバージョンのバビロニアの創世神話、エヌマ・エリッシュでは、バビロンにおける神々の名がマルドゥクは登場せず、代わりにアッシュルがアンシャルの名で登場し、破滅の怪物ティアマトを殺害し、人類世界を作り上げている。また、アッシュル崇拝におけるもう一つの重大な特徴は、アッシリア国 ッカの真の王はアッシュル神であり、人間の王はアッシュル神に任命された副王であるという独特の王敬イデオロギーである。このイデオロギーのゆえに、アッシュリアの統治者たちは、全14世紀までは、アッカド語における王という称号を公式に使うことは、なく、総督、ギル、ニータ、作家なく、副王、インシー、イシー役、監督官、PA、 ウェイクラムなどの称号を用いていた。コアッシリア時代のアッシュル氏の支配者ツルルの印象には、アッシュルは、王、ツルルは、アッシュルの副王、ARKI、ルーゲル・アイ・ルー、ルー・イシー・アク・ ARKI と刻まれている。アッシリアが帝国的な発展を示した中アッシリア時代以降、アッシリアの王たちは、次第に、自己の王権を向上させていき、明確に、 王を称するようになっていくが、アッシリア国家の真の王が、アッシュル神であるというイデオロギーは、その滅亡の時まで強固に継続した。これは、アッシリア帝国とも呼ばれる新アッシリア時代の王、アッシュル・バ・ニパルの即位式の式次第の文書からも、はっきりと読み取ることができる。式次第では、アッシリア王が、大官のために王宮から、アッシュル・神殿へと練り歩く際、 アッシュルは王です。アッシュルは王です。という言葉が繰り返されることになっている。ニムルドンで発見された有力円盤のレリーフ。土地の深刻化によって誕生したアッシュル神は元来定まった図像表現を持っていなかった可能性がある。メソポタミアの神は一般に人間の姿をしているが、初期のアッシュル神はそうではなかったかもしれない。 アッシュル神が人の姿を明確に獲得するのは中アッシリア時代の前13世紀である。中アッシリア時代以降、アッシュル神がバビロニアの神々と集合されるようになると、バビロニアの図像表現がアッシュルに適用された。バビロニアではカッシート王朝以降、多くの神々がシンボルを使って表されるようになった。各官、ヤギ魚、亀、妖頭などがそれにあたる。 アッシュルにはアヌ及びエンリルと同じ角感がシンボルとして割り当てられた。バビロンの都市神、マルドクのシンボルであるスキがアッシュルに採用されることはなかったが、その随獣であるヘビリューはアッシュルに奪われた。幾人かの学者がアッシリアの図像において頻繁に登場する有力円盤のいくつかはアッシュル神を表彰したものであると主張しているが、決定的な根拠はない。 このような円盤の図像には以下のようなものがある。遊郭遊翼円盤。中央の円の周りを回転する四つの円が囲む。波状の光線が円盤の両側から落ちる。翼から吊るされた円盤、または車輪。その中に弓を引いて矢を構える戦士が描かれる。蒸気と同様の円。戦士と弓が描かれるが、弓は左手に持ち。 右手は自らを崇拝する者を祝福するかのごとく掲げられる。アッシュリアにおいて、アッシュル神は、頻繁に人命の構成要素として採用されている。欧米のアッシュル・ウバリと、アッシュル・ナッチル・アプリ、アッシュル・バニアプリなど類例にことかかず、アッシュリア王名表を記載の100名長のアッシュリア王の、うち30人に達する。アッシュル神の枕言葉には、バル・ラブー、AB ・イラに サードラブー、イルアシュリーなどがある。ありがとうございます。